やっぱ気づいてたんだ。織田、動くな桐生。動くなっつったんだ。Pettikö se kaikki? Nani sitten tomae? Varii kedo. Ore ja kono onna o Tachibana shachouni aatele. No niin, Pati jätysti. Kenen puolella tää on? Vai se on itsensä puolella? Takara. Omaera niin on sinne morau sikä ne.大丈夫か、牧村さん。その杖は。セラさんから。フィクション。毎日のご支援。ジャスティンケース。でも、立花不動産の人に使うことになるなんて。どういうことなんだ、オダ。なんで裏切った。あんたは。立花の兄弟分じゃなかったのか。Mikä on tän kaverin peliliike? Sono hitono hidari yde. Irezumi ga haittemasenka? Koomori no. Oda. Jengitatuointi. Sono hitono koe kiita toki ni. Niin niin, okei. Se selittää miksi Tachibana vaan kanssa. Sama tatuointi. Watashi wa 2 nen mae. Sono hito ni kankin sarete. Urareta desu. Nani? Douyu koto da? Kotoba dori no imi da. Sono onna ni shite miri ore wa. Koushite mo殺したりねえってやつだろうさ。だから俺ら二人とも殺すってのか。立花と彼女を合わせられねえってのは何だ。意味がわからねえ。オーダー、どういうことなんだ。一から説明しろ、オーダー。この入れ墨は俺が頭張ってたグレン隊のメンバーの証だ。俺が大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは5年前でね。それ以来この町で金になることなら何でもしてた。盗みもやったし叩きもやった。女騙して売り飛ばしたのも一度や二度じゃない。その女もたまたまそのうちの一人だっただけだ。それが立花とどう関わってる。俺が立花さんと出会ったのはそれからほんの少し後のことだった。あの人は初めて俺を力でねじ伏せた男だ。差がありすぎて敗北感さえなかったよ。そしてその力が底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ。俺はあの人に兄貴になってくれって頼んだよ。俺センターにとった。俺らの入れ墨も入れてもらった。
プライドもクソもねえ。あの人を見越しに担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに立花さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は立花さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。思っただがよ、そう思った矢先だ。俺は立花さんと一緒にあのことを知っちまったんだ。テレビで中国残留孤児の特集番組がやってて、そこに何年か前の古いニュース映像が流れた。日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だった。その子の姿見てすぐに思い出した。俺が最近韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。年頃も合う。それだけなら笑って済ませるとこだ。でもよ、母さん、シャオチャオ、信じられなかったよ。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は、俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだ。ああ。Menee aika mutkikkaaksi. Makimura Makoto ka? Tachibana no imoto. Honto nan desu ka? Sono hanashi? Kono go ni oyonde. Uso wa tsukanei sa. Torikaeshi ga tsukanakatta.いくら過去のことでも、立花さんは俺のしたことを許しはしねえだろ。なら俺がやれることは二つに一つ。破滅を覚悟で社長にあんたを会わせるか、もう一つ、あんたの存在をなかったことにするか。それがお前が大阪についてきた本当の理由か。ああ、俺の他に誰も俺がその女を殺す動機を知らない。渋沢組か近江連合に殺されたといや、俺が疑われることはねけど、それももう終わりだ。おい、こっちだ。ここから上に上がれるぞ。渋沢組だ。くそ。小田さん、立てますか。はあ、早く逃げないと。あんた見たんね、ふばしゅらみね。まだ俺と一緒に逃げる気か。どこまでおめでたいんだよ。キリュウ、銃くれねえか。俺が奴らを押し止めする。何？俺はこの怪我だ。どうせ死ぬなら立花さんの役に立って死にて。オーダー。虫のいい話だけどさ、あの人に俺がそう言ってたって伝えてくれねえか。俺は本当に立花さんが好きだったって伝えとく。だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ。
さん、織田さんは？今は何も言うな。ありがとうよ、キリュウ。おい、あそこだ！あんたは俺が守る。必ずだ。はい。女渡せや、キリュウ。どうせてめえはここで終わりだ。いいメイキ。渋沢さん、女どこだ？わかりませんよ。もう立花を裏切って俺についたんじゃなかったのか？うん。オッケー。なんですぐ俺に女を落とさなかった？あんたらがセラに先越されたからでしょ。せっかく女は蒼天堀にいるって教えてやったのに。女捕まえてくれてりゃ俺は大阪に来るまでもなかった。鬼神会の西谷ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。まあ下手打ったな、お前もだ。西谷より pettänyt sitten. Kaikki pelaa omaa peliä tässä. Nani mo shinei kara anshin shite kure. Medatanei toko ni tomaritakatta dake da. Wakatte masu. Ani wa ima donna hito desu ka? Fudan wa eraku reisei na kanji da.それに頭が切れて、めったに感情を出さない。そう。私の知ってる兄とはだいぶ違うみたいな。あんたはいつからあいつに会ってないんだ？10年前。私は10歳で、兄もまだ15だった。なのに兄さんは私と母さんを捨てて日本に、大阪に行くつもりとまでは聞いてた。そっか、だからあんたは蒼天堀にいたのか、橘を探すために。うん。2年前東京から家出して、蒼天堀で私、中国人を見たら兄を知りませんかって聞いて回ったの。でもその中にコウモリの入れ墨の男が。小田か。あの人は私の探している兄に心当たりがあると言ってた。それでついて行っちゃったの。けどさっきのあの人の話だと、あの時兄を知っていると言ってたのは嘘だった。それでもあんたは今度こそ兄さんに会える。カムロ町でな。兄がどんな風に変わってしまったのか少し怖い。私の知っている兄は強い人じゃなかった。
中国にいる時、私も兄も日本人の子だっていじめられてた。映画館で暗くなるとね、周りの席からみんなが唾かけてくるの。上映中ずっと私も兄も怖くて動けなかった。兄は自分の身を守るためにマフィアになるしかなかったんだと思う。うん。そして中国を出たの。私の方はそれから何年かして日本に祖父がいると分かった。母は堂々と中国から出られるってすごく喜んでた。私も同じ。ただ日本の祖父が優しく迎えてくれたのは最初だけ。え？だって家族なのに全然言葉が通じないんだもん。だから私は中国語を忘れるくらい日本語勉強して、祖父にも日本にも馴染もうとした。でも母は日本語を覚えられないまま自殺しちゃった。あは。最近まで私のこと助けてくれた人たちも、一人は殺されて、一人はもうどうしてるかもわからない。私の人生ひどいよね。なんか、ああ、ひどいな。長いこと暗い道を歩いていると、この先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってるやつなんてこの世に一人もいねえ。俺らにできるのは立ち止まって泣くか、一歩でも前に進むかの二つだけだ。あんたはどっちでも好きな方を選んでいい。入り口までは俺が案内してやる。私、カムロ町に行きます。兄に絶対に会いたいんです。だから私を連れてってください、キリュウさん。ああ。Ja, Unwavering Bonds, chapter 14. Lähestytään kohta finaalia. Ja taas Butcher-kämpi. Niin on Japanissa, hetkinen. Meri-ilmasto varmaan osittain on. Oi, Iruka. Ooo, nanda Kiryu-san. Anta mada ikiteta na. Oh? Oi, oi, Beppin-san da kedo. Anta konna toko ni onna zure ka yo. Wari ga...他に行くとこがね。また少しの間かくまってくれ。しょうがねえな。
本当にむさ苦しいところですが、特に匂いとか。大丈夫です、すみません。いや、謝ることはないけどさ。なあ桐生さん、やっぱりこんなとこに若い子を置いとくってのはちょっとな。わかってる。私の兄が迎えに来るまでお願いします。お兄さん。ああ、ただ電話しても繋がらねえんだ。だから俺が直接そいつのところに行ってくる。それまでの間彼女を頼む。お兄さんってどこにいるんだよ。アジア街にいるはずだ。なんだ、カムロ町の中か。何日も預からなきゃいけないのかと思った。でもアジア街ならこの子を連れて一緒に行けばいいじゃない。堂島組に狙われてる。今は俺じゃなくて彼女の方がだ。安全か分からないうちはアジア街にも連れて行けねえ。堂島組に狙われてるって、この子がなんで。あんたは知らねえ方がいい。そっか。まあ、あんたにはホームレス狩りから助けられた義理もある。分かったよ。引き受けた。桐生さんだな。立花に会いに来た。電話が通じねえんだ。ここを通してくれ。分かってる。止めに来たわけじゃない。あんたを迎えに行くよう陳さんから言われた。陳さん、ここの顔役か。ああ、ついてきな。橘は無事なのか。来ればわかるよ。立花。前に比べて体が弱ってるね。2日くらい一時的に容体が悪くなったんだけど、さっき目を覚ましてやっと落ち着いたとこだ。連絡取れなくてすみませんでした。桐生さん、もう大丈夫です。それじゃごゆっくり。立花、牧村誠はカムロ町に来てる。西公園のホームレスにかくまってもらってんだ。彼女は兄貴が迎えに来るのを待っている。小田さんから聞いたんですね。彼女が私の妹だと。お詫びします。あなたには全て片付いてから打ち明けるつもりでした。大田さんにもそう言っといたんですが。立花。はい。大田は誠を殺そうとした。どういうことですか。それで大阪を出たきり、織田とは連絡が取れていない。おそらく織田さんはもう生きてはいないでしょう。かもな。全ては私のせいです。10年前、私は己の運命と戦わず、ただ逃げました。そのせいで母と妹は人生を狂わされたんです。今
小田さんをも巻き込んで。立花、日本人の血を引く私は中国でリーベンクイツと呼ばれていました。その表現は日本人への憎しみが込められたものです。私は周囲の人々に常に言って、またまた言えないアシアミスタポータ中国から逃げ出したんです。母と妹を見捨てて、その後中国で日本人と蔑まれた私は、今度は日本で中国人と呼ばれました。一発でやるして。蒼天堀に来てからは生きること、そして自分の身を守ることに必死でした。一度黒の世界に足を踏み入れた者は、周りを喰らいのし上がり続けることでしか生き残れません。少しでも弱みを見せれば周りに食われることになります。そして日々の善悪を振り返る気も失せた、そんな頃でした。母と妹が日本、このカムロ町にいると知ったのは、私は彼女たちを探すため蒼天堀を出ると、持てる力を使ってカムロ町に情報の根を張りました。探してどうするつもりかは決めていませんでした。ただ私が中国を去った後、そのせいで彼女たちがどんな目に遭ったか知らずにはいられなかったんです。でも分かったのは、一足違いで妹がカムロ町から姿を消していたこと。母も祖父もすでに亡くなっていたという事実でした。それともう一つ、妹に相続権のあるたった一坪の土地が、やがてカムロ町再開発計画にとって致命的な障害になり得るということです。それが空の一つも。ここがね、結局切るような。堂島組は、回したの。再開発計画をめぐって、莫大な金を地上げにつぎ込んでいました。OK。彼らの計画がると、すべてがうまくいけば、その金は何倍にもなって堂島組に戻ってくる。しかし、空の一粒が原因となり、彼らの計画が行き詰まることが分かれば、妹はヤクザたちの争奪戦に巻き込まれる。ああ、今その通りのことが起きている。だから私はそのことに気づいた時点で、堂島組の若頭だった風間さんに交渉を申し入れたんです。妹を守るために。おやすさんを交渉相手に選んだのは何でだ。風間さんが堂島総平に今以上の力を持たれることを恐れていたんです。ああ、ねえねえよ、リアボイの格闘だ。堂島総平の力はすでに自分の器の許容範囲を大きく超えていました。小物が大きすぎる力を持った時の暴走を風間さんは恐れました。堂島総平が空の一粒を手にすれば、それを手土産に東条会本家若頭の座につくでしょう。そしてゆくゆくは東条会の三代目です。そうなればもはや風間さんの手に負えなくなる。風間さんは私の持つカムロ町の情報網をもとに不動産会社を作るよう言いました。堂島組よりも早く殻の一粒を手にして妹を守れるように。そしてそれをできるだけの力を手にするようにと。それじゃ立花不動産はおやすさんの指示で作ったのか。立花不動産の誕生、そして殻の一粒にまつわる
これまでの出来事は全て風間慎太郎という天才が描いたシナリオの上で起こったものだということです。私は妹に会うため、風間さんは裏から東城会という組織をコントロールするため、互いに手を取り合ったというのが、あなたと私が今ここにいる理由です。Tässä mä oon täysin syytön, koska se on linnassa tällä hetkellä. Niinpä tietysti. Tän touhun jälkeen varmaan moni jakutsa on kans linnassa. 家族を捨てた私を恨んでいるかもしれません。ei sitä ole kyetä siihen. セルさんから妹は目が見えないと知らされた時、私は兄と名乗らない方がいいと思いました。今はそう思っていないってことか。ええ、あなたが私に聞かせてくれた牧村誠という女性は、やはり私が記憶する妹でした。彼女が蒼天堀にいた理由も、私を探すためだった。いっぱい。ずっとこんな私を探してくれていたんです。立花桐生さん、私は妹に、シャオチョウに会いたいです。今の私はそのためだけに生きながらえています。もう二度と逃げたくありません。もうすぐ会える。彼女はあんたを恨んでなんかいねえ。だが今もあんたの助けが必要だ。堂島組だ。やつ、立花さんを出せと言ってる。ここにいるのがバレたんだ。なんだと。なんでこんな時に。立てるか立花。はい。いたぞ、立花だ。お前らの狙いは立花なんか。てめえもいたのか、キル。いい加減死んどけ。やはん、タッパロス。Sairaanakin pitää noita pataan toi pomo. Yksikäätinen mies ja sä jakutsee. Oh.
アジア界にいることはできませんね。キリさん、西公園に急ぎましょう。誠のところへか。堂島組が殻の一粒を狙う限り、妹はどこにいても危険です。それより早く土地を手放す手続きを取らせた方が。どうした？誰かに見られています。何？ああ桐生さん、いや、okay, molemmat on sen kohteena. Tää kiinalaiselta. Aite des. Shitteru yatsu ka? Tairiku no mafia ni ita koro, mita koto ga. Watashi ga shiru kagiri, saikyou no koroshiya. Namae wa Laogui. ラオクエイ。殻の一粒の殺しは一見荒い仕事に見えて、警察の目を疑いなくあなたに向けさせるためのプロの仕事です。ああ、もう入られて。ラオクエイならそれができます。なんだと。彼ほどの殺し屋が堂島組とつながっているとすると、あなたに殺しの濡れ衣を着せた張本人も彼でしょう。李火少佐，给我出来！我收到的命令，并没有要求我杀你。なんて言ってる？やつの狙いは、私を生け捕ることです。キリさん、今の私たちではラオグエを相手に逃げることも戦うこともできません。ですが。あなた一人だけなら逃げられます。妹頼みます。やはやは、メネビアラシュンケンバラ寄せ。やは、只要你不乱動、我就不惜死在你眼前。那个男人跟我的契约没关系，所以我没兴趣。Ketäköhän tuo ima perheessä toi palvelee? Jaha.